こんにちは、杉山由子です。今回はこちら、まつげエクステ専門店のグラマラスさんでまつげエクステの体験レポーターをしたいと思います。女性なら誰もが気になるまつげエクステ、私も今から楽しみです。では早速行ってみましょう。こんにちは、今日はよろしくお願いします。グラマラスさんのまつげエクステはどのような特徴があるのでしょうか？当店のエクステは、地まつげの負担を一番に考えてまして、一生続けられるエクステをコンセプトにやらせていただいてます。またエクステの毛がとても軽いので、もうつけてる感じがしないとお客様からも好評で、はい、ぜひカウンセリングからやっていきましょう。はい、お願いいたします。日本人のまつげってキュートタイプに一番地まつげの形が似てるので、ね、目もパッチリしてるのでキュートタイプお似合いだと思います。はい、何か引っ張られてる感じとか大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。わー、すごい綺麗に上がってますね。しかも一本一本細いですね、うん、重みでカールが下がってくるってこともないので、カール感すごく保てると思います。すごい軽いです。本当につけた感じが、うん、すごい似合いです。自然で、うん、ありがとうございます、はい、すごい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。かなり希望通りに大満足なまつげエクステになりました。はい、とてもお似合いです。ありがとうございます。ぜひ皆さんも関内駅すぐのグラマラスさんへ来てみてください。ありがとうございます。